機能性の発生障害って言って、はい、その発生障害っていうぐらい、まあ、その人によってはですね、それがまあ声の辛い症状になっていて、それが振動でね、やったぜ、使っている治療方法というか、すげえ、いくつかをねご紹介しつつ、この番組はこのスポンサーでしょうな、はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノリ様本と、はい、皆さんこんにちは、ボイスドクターのリーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、この動画で初めてリー先生のことをご覧になった方も多いと思うので、一応ご説明しておくと、はい、リー先生はですね、九州大学で、生態に関する、研究、されている方でございまして、はい、まあ現役の耳鼻咽喉科のドクターでございます、はい、そんななのでガチガチの、医療の方ですね、そうですね、医学の方ですね、はい、をお迎えしてですね、本日お送りしていく動画というと、はい、いわゆるのど締めのど締め声ですね、のど締め声に関することをですね、今回、はい、扱っていきたいなと思っております。了解です。のど締めってもう医学的に言ったら何なのかみたいな、なるほど、ところとか解説し、ね、解説とか、もちろん、もちろん、そうとか、うん、もうじゃあもうじゃあそれどうやったら治るの、どうしたらいいのっていうところをちょっとこれ、ご説明していただけたらいいかなって、そう思っておりますので、うん、皆さんにお役立ちできる動画だと思うので、はい、ぜひ最後までご覧いただければと思っております。はい、このチャンネルではこんな感じで発声関係のお話、ボイトレ関係のお話とか日々アップロードしておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。まあ、例えばのど締めっていうと、はい、まあ、よくあるパターンなのが、まあ、ってなっちゃってる状態なんで、うん、まあ、例えば1曲歌いきれなかった、なるほどね、例えば、うんうん、一番サビまで歌えるけど、はいはい、2サビ歌えねえぜみたいな、なるほど、ラスサビちょっときっちいぜみたいな、それは閉まってるよね、これは閉まってる、これは閉まってたりとか、うん、あとまあ、まあ、一概には言えないけど、うん、カラオケに、ね、2、3時間いると、うん、もうヘッドヘッド、そうね、もうカスカスになっちゃうみたいな、2、3時間は多分持たないでしょうね、そんな1がギリかもしれないですね、うん、あとまあ一番は、やっぱ喉閉まってる人って自覚があると思うんですよ、うーってきついっていう、なんかそう、うん、なんか、うん、これ合ってんのかなっていう疑問が常にある人は閉まってる、閉まってる可能性がないこれ超、これ一番そうかもしれない、うん、だって閉まらない、だから、うん、この動画を見てる人は結構確率高いかもしれない、ね、ここまで、ね、そうそう、ここまで悩んで残ってるって人はそうそう、多分最後まで見た方がいいって、いやマジそうですね、だからそれは、うん、判別方法としてちょっとドキッとした人は、うんうん、この後、まあ、解消方法をね、うんうん、紹介していきます。あと、まあ、特にやっぱり歌って高い声出そうするときに喉が上がっていく人ね、こうはいはいはい、まああるあるですよ、あるあるですね、あるある、みんな気にしないです、みんな最初そうだ、いやまあそうですね、みんながみんなってね、そうそうっていうこと、そういうことですね。じゃあ一回とりあえずのど締めって何なんていう、はい、ところからちょっとご説明いただきますか。ですね、はい、まあのど締めっていうと、はい、まあ、そのままね喉が閉まってのど締めなんですけど、あーって、そうそうそう、で実はね、まあ、これいろいろなのど締め状態っていうのがあるんだけど、はい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 、医学的にはですね、まずのど締めとはあまり言わないんですよ、はい、あ、そもそも、そう、ワードとして、それがまあ何かというと、はい、過緊張っていうふうに言うんですよね。なるほど、うん、でその過緊張な状態の、はい、発生のことを過緊張発生、過緊張性発生というような言い方があるんですけど、過剰に緊張した状態、そういうことなんですよ、ね、つまり緊張が強い状態なんですよね、うん、もっと広く言うとですね、はい、それというのは、まあ、普段の発生じゃない場合、機能性の発生障害って言って、はい、その発生障害っていうぐらい、うん、まあ、その人によってはですね、それがまあ声の辛い症状になっていて、それが僕らの、まあ、声の、はい、耳鼻科のですね、まあ、声の診察の分野、声の医学の分野では治療の対象になるんですね。で、まずそれがどういう状態かというところをご説明すると、はい、要するに筋肉の緊張であることが多いんですよね、はいはいはい、つまり喉にはいくつかの筋肉があるわけですけど、まあ、その詳細はちょっと今回は、ね、割愛しますけど、うん、とにかくその、いくつかというかですね、はい、まあ、その喉の筋肉の状態がギュッとしてしまうことによって、はい、言ってみたらその常時首が締まったような状態になってしまって、あーってなってしまうわけですね。そうですね、はい、で、まあ、この過緊張な状態っていうのは実はいくつかタイプがあるんですよ、はい、で、まあ、ただ、まあ、その、まあ、どれかというのは、まあ、僕らで専門家が理解すればいいことなので、はい、まあ、皆さんはざっくりですね、あ、なるほど、喉の筋肉が緊張してしまっている状態なんだなとりあえずいうふうに思えばいい、全般的に。でも、うん、ここでちょっと注意が必要なのは、はいはいはい、とはいえですね、理解してもらいたいのが、はい、そのかなり強くギューってしてしまっている状態で、はいはい、極端に言うとね、はい、で歌ってる時とかにどんどん喉が閉まってる状態っていうのはこういう風に強く喉が閉まっていって、はい、高いところとか張り上げてしまうとか、詰まったりとかね、詰まってしまうっていうのが、まあ、多いんですけれども、
実はですね、まあ、例えばこれ弱々しい声でもですね、これでも喉が詰まってしまう。そうなんですよね。だからこの2つの実は軸で考えていかないと、はい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 、つまりどういう状態に自分があって、うん、はいはい、その喉が閉まってしまっているのか、うん、声が出にくいのかっていうことによって解決方法が多少異なる可能性があるということです。なるほどなるほど。まあ、なので、まあ、もちろんね、うん、今日この後、うん、僕らがね、はい、使うあの診療でね、やったぜ、使っている治療方法というか、すげえ、いくつかをね、ご紹介しつつ、皆さんも特にね、普段別に発声はね、問題ないけれども、歌うときにっていうところであれば、そういった練習方法もしてほしいんで、お教えしますけどね。はい、だけど、まあ、もしですね、はい、まあ、普段の発声から声がね、喋りづらいとか、うん、そういうことがあればですね、僕らはですね、耳鼻咽喉科では、そういったね、声の診察を行ってますんで、はいはい、お近くの地域のね、耳鼻咽喉科さん、そうですよね、声の、専門家のところに、ね、受診するのもおすすめです。確かに確かに。ということを、とりあえず一言申し上げさせていただいて。なるほど、なるほど。では、どういうね、やった、やり方があるのか、やったやったということをお教えしましょうか。なるほどね、はい、まあ、一口に喉締めって言っても、うん、まあ、いろいろあるから、そこには注意しつつ、ちょっとやり方っていうところで、そういうことなんですよ。ありがとうございます、はい、ちょっとお願いしていいですか。はい、もちろんです。これ、いくつかあります。これはですね、まあ、今日はじゃあ、3つお教えしましょうか、ね、そんなに、はい、で、そのどれかがね、きっとね、はい、辛い喉締めのね、はい、人には有効だと思いますから、はい、はいはい、じゃあまず1個目ご紹介いただいていいですか。じゃあもうその、はい、簡潔にね、はい、1個目まずこれです。はい、これはストロー。やったー、ね、でこれ以前ね、まだ動画でもご説明したと思うんですけれども、はい、これですね、実は僕らの医学の現場ではよくよく使うんですよ。こいつが、うん、でこれどうするかっていうことを、はい、まあ、もう一回改めて、ね、簡単に今日、ね、初めて見たという人にそうですね、ご説明しましょうか。簡潔にこのストローの端をですね、口で加えます、うん、でこれストローは、はい、加えるんだけど、はい、そのグッと、うん、って強く噛むんじゃなくて柔らかく、はいはい、ソフトにね、ソフトに、はい、で、あのソフトに唇がこう噛んでいるのがありますよね、はい、で、この唇の接点とこのストローの接点で振動を感じれるように声を出して、そういうことですね。で、まあ、じゃあ試しに僕がやってみますけど、こんな感じですね。今音程はどれ？ G さんぐらいですね。まずはね、G さんがやっぱりおすすめなんですよ。まあ男性の場合は G さんですよね。女性だったら B さんとか。B さんとかですね。うん、G さん、B さんがおすすめなんで、うん、そこで、こういう感じで。あで、さっき言ったように、この唇で振動を感じて、ブルブルブルって来てるときに、うん、いい発声感じ、ね、あー、じゃあちょっと、ぜひ皆さん、画面の前の皆さん、今ちょっとストローを用意してもらって、うん、はい、やってみましょう。10秒ぐらいで、はい、用意してもらってね。ちょっとじゃあ、うん、こうやって、はい、G さんですか？ G さん。そう。そうですね。で、これ、なんでいいかっていうと、これやって、絶対みんなね、僕ね、うん、まあみんな信用したいわけじゃないですけど、うん、ああ、そうだなと思って、ストローやってない人がいると思うんですよ。やってほしいんです、本当に、ね。実際にやると、実際にやるとわかるんですけど、うん、力入れれないんですよ。そうなんですよ。うん、ストローを加えて発生したまま力入れれないんですよ。うん、はいはい、つまり、強制リラックス効果が生まれてしまう。めっちゃいいじゃないですか。まあなんなら、ね。なんなら、ね、うん、はい。だから、そこが狙いなの、一つ、はいはい。ストローにはいくつかの狙いがあるんですけども、はい、まあざっくりと皆さん、これ、喉締めで悩んでるっていうんだったら、はい、このストローを加えることによって、効果が付与されると、ね。そうですね。喉リラックス効果が付与されるんだ。そうですね。いうふうに思ったらいいです。いや、そうですね。実際そうなの。シンプル、うん、はい。で、その効果を利用して声を出していきたいわけですから。まあそうですね。はい、なんで、ぜひ、もうこれね、うん、もう自分でやってもらいたい。いや、本当にやってほしい、うん。注意点としては、うん、いくつかあると思うんですけど、うん、例えば、うん、鼻から抜けちゃってる人とかいるじゃないですか。ああ、そうね。意味ないですよ、うん、これね。ここで振動がしなくなっちゃうから。そう、だから常にこの唇の振動を感じてほしい。ここにあってほしいですよね。うんうん、あと、その、まあ、吹きすぎるのも良くないんですね。まあ、そうなんですね。このなんかね、こう吹き矢だと思う人がいるとね、このね。忍者かなっていう。ふなんかいるの、恨みの人が。吹き矢じゃないから。そう。毒をこう塗って。そうそう、塗ってるみたいな。違うから、ね。雲市なのかなみたいな。そう。パターンあるんで。で、まあ、令和なんでね。令和なんでね。吹き矢はちょっと危ないんで、ね。確かに、江戸じゃないんで。こう吹って、吹いちゃダメなんですよ、ね。そうなんですよ、ね。あくまで音をしっかり出すことが目的なんで。うん、そうなんですよね。で、うん、まあこれね、大切なことね。はい、これ皆さん、声や歌に応用していきたいんで、そうですね、ストローをさっきの例えば G さん、ええ、さっきは G さんです。でした後にこのまま、うん、こんな感じで変わってない。そう、ストローを、ね、加えながらいい発声
性ができている状態のまま母音の上に持っていけるようにするという、ね、なるほどなるほどなるほど、まあ、言葉でかいセットなんで、ね、そうですよね、だからソロを加えて発声したら自動的にいい発声になりましたっていうこと、そんなね、あの魔法ではないから、そうです、怪しい、そういう商売じゃないんだから、怪しいやつね。違うんだ。ディズニーストローこれ、ね。魔法じゃないから。ツボじゃないよ。ツボじゃないんで。でもあくまでここが振動してるっていうのがミソなんですよね。吹いても良くないし、弱すぎるのもダメですよ。ダメです。だし、鼻から抜けてもダメですよ。そうそう、ここが振動してると、いい状態になってるから。そうそう、ある程度ね。これがその位置ですね。あ、いいですね。っていうのがストローでした。はい。これ前に出てきたんで、詳しくはこっちチェックしてください。はい。はい、じゃあ次2個目。うん。お願いしていいですか。2個目はですね、はい、これもですね、うん、ストローとともに。ええ、僕らがですね、まあ、医学的な臨床でよく使われるし、はい、なんならですね、はい、まあ、その過剰トレーニングでも使われることでもあるんですけれども、はい、ズバリハミング、おー、よく聞くやつ、ね、でハミングもいろいろ、ハミングっていうとね、これね、ハミング、僕ね、ハミング専門家なんですよ、生態の専門家でもあり、ハミングの専門家、いろいろあるんですけど、ありますよね。で、だいたいハミングっていうのは、まあ、え、いいですか、いいですか、でみんながイメージしてるやつ、みんながイメージしてるやつ、鼻歌ちょっとすぎるんで、はい、それはですね、実はあまり良くないですね。なるほど、なるほど。鼻歌なんでね、それは鼻からこう息が漏れすぎてるし、その声帯の力がちょっと弱すぎるんですよね。なので、これを歌に ね、 そうですね、利用していこうと思った時には、ちょっとね、それじゃちょっと心もとない感じがします。なんで、はい、これ、ハミングって言いながら、はい、この、うんって、この柔らかすぎる音を狙わなくていいんで、しっかりと、うん、あ、いいっすね、うん、あうーん、あこういう感じでですね、いいわ、声をしっかり出す、いいその、うんですね、N なんで、まあ、さっきの G さんぐらいがね、うん、いいかな、最初はね、うーん、うーん、なんで、うーん、ね、ダメ、間違った例で言うと、間違った例というかね、うーん、うーん、あ、うーん、そう、オッケー、うーん、こういう感じですね、皆さんなんで、ここにしっかり音がですね、はい、音の密度を感じるような、あ、いいですね、うーん、皆さん、じゃあ、先生、僕、皆さん、はい、回しましょう。じゃあ行きます。まずですからね。はい、はい、感じで。素晴らしい。感じで緊張するんだよね。はい、まあ、ターゲットとしては何かっていうと、うん、結局そのさっきのストローと一緒で、はい、こう、まあ、強制的なリラックス効果があるわけですよね。このハミングをすることによって。これもね、皆さん自分でやったら分かると思うんですけど、はい、ハミングをしたまま力を入れるって結構難しいんですよ。喉を締めるのは結構難しいんですよ。はいはいはい、はい、うーん、難しいでしょうね。なるほどなるほど。だからそのハミングをやると自然にですね、喉のその緊張がね、緩まることが多いので、まあ、それを利用できるかなと。これ、まあ男性だったらそれこそ G さん、うん、女性だったら B さん、C4 ぐらいかな。 C4 ぐらいですね。うーん、そう、この辺かな。うーん、ですね、とかあってもいいのかな。例えばこれで、よりちょっとこう、歌に寄り添うってなった時は、うん、例えばちょっとこう、まあ、スケールの中でやってみたいな、もちろん、もちろんいいのかなって思うんですけど、ハミングで歌ってみるっていうのもいいですね。いいっすよね。でも難しいんだよ。難しいっすよね。うん、なんか個人的には なんですけど、うん、例えばなんかこう、うん、こう上がっていくよりは、うん、一旦下げでもいいのかなと思うんですよね。もちろんいいですよ。なんかまあ、喉締めちゃう人って結局その高い音ほど締まるんで、うんうん、指数関数的にこう、そうね、締まりが増えていくので、そうそうそう、だったらこう下がっちゃっていいんじゃないかなっていう気はする、うんうん、でそのレンジを広げていくっていう考えではいいと思うんで、一旦まあ、ね、慌てないことですよ。なんかね、このやっぱり喉締めの方、歌の中での喉締めの方っていうのは慌ててその高いところをやりたがるんですよね。 G の4とか A の4とか歌いたいですって言ってそこがって言うんだけど、そのもっと手前からやってってよっていうことだから、そうなんですよね。 A4 の締まりは A4 じゃ取れないんで、うん、A4 の締まりは G3 で取ってほしいですよね。そういうこと、まずね。で、G3 で締まってるんじゃ、もうその先に進めないわけですから。そう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 。僕これよく例えで言うんですけど、うん、一回濁った水はもう透明には戻らないわけだから。なるほど。なんですよ、うんうん。一回インクが一滴でも入ってるんだから、もうそのまま上がったとて、それが透明になることはないわけですよ。もうちょっと前からやってないと。一回こう、ろ過した状態でいくねよっていう、はい、例えよくするんですよ。もちろん。まあそれですよ。あの音程を下げるときは、そんなに濁ることってあんまりない。うん、ことが多いので、はい、とかもいいんじゃないかなっていう感じですかね、はい、っていうのがハミング、ハミング、ありがとうございます。じゃあ次、最後3つ目は、はい、あくびとため息なんですよ。おー、あくびと、なるほどなるほど、それでワンセットみたいな、そうそうそう、まあ似たようなものなんでね、はい、まとめて言いますけど、あくびとため息、なるほどなるほど、で
まあ、皆さんね、あくびとかため息とかするとき、ね、はい、想像してもらいたいんですけど、なんなら今ね、こうやってもらいたいんですけど、あくびをこうしてもらって、ため息はーってつくときに、これ、喉締めながらできますかって。絶対締まってないですよ、ね。そう、できないんですよ。人間のこの、まあ、自然的なね、自然のこの状態で、一番リラックスしてるときに、あくびとかしますから、副交感、そうそう、神経のマックスですよ。普通にあくびをしながら、なんだよこれ、ちょっとストレッチしながら、なるほど、こういう感じ、なるほど。で、すごいいいのが、グラデーションつけて、息をいっぱい使ってね、やるということですね。はい。はい、ではすごいおすすめです。で、プラス、まあ、これ、ね、はい、歌をね、はい、みんな歌っていきたいという人も多いでしょうから、はい、これにちょっと、はい、さらにちょっとタスクを加えて、はい、秋の、おー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 ね、はい、おー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 、こんにちは。こんにちは。はい。この、あくびで会話できるようにするってことだね。なるほど。これ、これでこう、言語を喋れた方が。何言ってるか分かんなかったかもしれないんですけど、まあ、こういうふうにですね、何言ってるか分かんないぐらいで全然いいんですよ。なるほど。この練習の時はね、まずね、この時はでしょ。ワイクでもいいから、あくびの状態で、声を出せるようにすることです。わかりました。まあ、例えばピアノをね、こう叩いていきながら高い音もちょっと僕やってみましょう。ああ、ぜひ。うん。これしてくださいね。出せるようにする。あ、すごいすごい。俺ね、明日からね、この声でみんな、はい、なるほど、このまま生活しよう。このままね、仕事にも行ってもらったり、学校にもね、行ってもらったり、みんなにお勧めしてもらって、はいはい、日本人が全員いい走りだよ。俺はね、どうしようだよ。って感じで、はい、ありがとうございます。以上3つでございましたという感じで、もうののじめで悩んでる人結構やっぱ多いと思うんですよね、うん、まあ、ちょっとでもその自覚症状があったりとかする方は今回の動画をちょっと繰り返し見てみてもらうと、うん、あの必ず良くなっていくと思うんで、ぜひあの今回の動画が良かったという方はグッドボタン、はい、あとチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、ということでボイスドクターの李先生、はい、お呼びして、お送りいたしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、また次回バイバイ。